皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。佐藤です。今回の動画はですね、カブリでキャリアを取り付けてキャンツー仕様にしてからね、遊佐町にあるねノスタルジック食堂っていうことで、創業60年超えの老舗に行ってみようと思ってますよ。遊佐町にはね、こんな素晴らしいお店があったのかっていうぐらいね、感動してきましたけれども、それでは今週も行ってみましょう。はい、ということで、まずはね、カブにね、キャリアをつけていくんですけれども、まず、フロントキャリアね、これはね、もともとついてたんですけれども、外してて、やっぱりね、その、ちょっと、キャンプにね、行く予定があるので、キャンプといったらやっぱり荷物がね、多くなるのでね、キャリアはいっぱいね、ついてた方がいいかなと思って、あるものをね、こう、つけてるんですけれども、リアキャリアもね、もう、株買った時にね、そのまま外してそのままだったので、もう汚れがひどくてね、ちょっとね、磨いてからね、取り付けようと思いますけれどもね。やっぱりですね、株のね、魅力の一つとして、積載能力が高いということでね。まずね、キャリアをね、つけるだけでもね、全然その荷物の取り付けの積載がね、変わりますのでね。前回もですね、群馬まで KTM でね、キャンツー行ったんですけれども、その時もね、荷物が結構あって、まして株ってやっぱちっちゃいじゃないですか。ちっちゃいバイクにね、やっぱキャリアが付いてないとね、お話にならないのでね、キャリアを付けたってことなんですけれども、一応ね、サイドバッグもね、両サイドに付けて、ここにはね、レインウェアとかね、あと防寒着とか、ね、入れてあるんですけれどもね、これでね、準備は OK ですよね。それではですね、週末土曜日なんですけれどもね、遊佐町にやってきましたけれども、天気が晴れなんですけれどもね、ところどころ雨が降っているっていうかね、正面の向こうにはね、鳥海山があって、鳥海山がね、雲で見えないんですけれども、なんかこう雨のカーテンみたいなのもね、見えてて、ちょっとね、雨降られるのは嫌だと思いながら向かってたんですけれどもね、いよいよね、遊佐町町内のね、そのノスタルジック食堂ってね、僕勝手に行っちゃってますけれども、本当に老舗60年を超えたね、老舗のね、味の店マルキさんっていうね、その老舗食堂ね、中華そばがめっちゃ美味しいって噂聞いて、それとね、カツ丼も美味しいっていうね、ことも聞いたんですけれどもね、まあ一応僕はね、中華そば、ね、ラーメン食べたくてね、やってきました。遊佐町にはね、そういうノスタルジックなね、創業ね、50年60年とかっていうお店がたくさんあるそうで、これからね、ちょっと機会があったらね、シリーズとしてね、ノスタルジック食堂ね、老舗をね、ずっと訪れてみたいなと思ってるんですけども、ここがね、マルキさんですよ。すごい雰囲気あるでしょう。こういう老舗はね、ずっとこのままの姿でね、営業していてほしいと思ってるんですけども、それでは早速中にね、入っていってみましょうね。あ、いいですか。ごめんなさい。あ、本当ですか。座敷でもいいですか。どこでもいいです。
どうもごちそうさまでーす。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、700円になります。はい、はい、60年はなるそうですか。ありがとうございます。美味しかったです。ありがとうございます。どうも。はい、ということでね、鳥海山のふもとにある山形県遊佐町のね、味の店マルキさんに行ってみました。でノスタルジック食堂、本当にね、その言葉がぴったりのね、とってもねレトロな雰囲気のねお店でしたけれども、味もねめっちゃ美味しかった。少しねしょっぱめでパンチがあってね、僕の大好きな味でしたね。てなわけで今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。